はいどうもタクタクです。人魚沼実況プレイ、おそらく今回が最終回となるであろうパートとなっております。ユータをここでですね、生存させてなんとか、全員生還エンド目指していきたいと思います。なのでここではユータの攻撃を避けないを選択すれば多分大丈夫なはず。おらーというわけで、ここは多分一緒かな。一緒ですね。一緒なので、また前回と一緒で、なんだ、沼のあそこですよ。沼の例のところまで一旦カットしていこうかな。はい。ちょっと一応このパートを見てみよう。パートというか、下りを。一緒だ。はい。というわけで、それでは一旦カットしたいと思います。はい、カット。はい、ということで、今回も、またここまでやってまいりました。今回はこれでイベントが変わるかちょっと楽しみなんですが、まあ、前回だと、秘密の部屋に行くと、まあ、鍵が閉まってたり、まあ、リンが閉じ込められたり、あとリンと聖太郎が行ったら、なんというか、リンが畜生と言って帰ってきて、そのままエンディングみたいな感じのとこがありましたが、どうしようか。今回はどうなるか。まあ、多分途中までは一緒なのかな。さあ、この下に降りてからがね、問題だよね。さて、今回こそずっと気になっていたダイナマイトはどうなるかっていうところもちょっと注目しつつ、僕はまあ俺が個人的に気になっているだけだけど、お、やっぱりこの下りはあるんだね。寒いと。はいはい。これちょっと清太郎のイケメンな感じのところを出しつつ、このダイナマイトをさ、使いたいんだ僕は。お、ここは鍵がかかってないパターンか。おお。化け物。いや違う。死体だ。女の死体。あ、変わってるな明らかに。死体？嘘つけ。こんなでかくて気味悪いのが死体なわけ。だいたい死体なら腐ってるだろう。ただの死体じゃねえ。なんだっけこれ。あれだ。死老っていうか、なんて読むんでしたっけ、わかんないけど、なんか腐んなくなっちゃう現象なんだよね確か。死老でいいのか。外気と遮断されて菌が繁殖せず腐敗しなかった死体だ。体が硬くなって崩れなくなる。お、それを一番最初のエンディングでリンは食ったと。これで分かったよ、人魚伝説が何なのか。え、俺たちが人魚伝説を信じない理由は何だ。え、そりゃ人魚なんているわけねえから。そうだ、人魚なんて存在するわけがない。だから俺たちは人魚伝説を信じない。人魚じゃなかったとしたら、は？あの伝説に出てくるのが人魚じゃなくてただの女だったとしたら、山に住む男が海岸で美しい女を見つける。甘か水浴びでもしてたのかもな。男は女に惚れて、女をなんて読むんですかね、相変わらず。で、山中の家まで連れ去った。女に、水に浸かる女を愛した男は、それを再現するために、女を水槽に住まわせる。常に水に浸かった状態の女は体温が下がっていって、やがて死ぬ。真綿で首を絞められるような苦しみだったと思うぜ。体が冷えても水から出られないんだからな。マジか。それでこの死体ができたってことか。でも待てよ、なんで死体がそのままになってる、しかも白狼になって残ってる。それになんで5人もいるんだ。水死体ってのは1ヶ月も水に浸かってりゃ普通はその時点で体はボロボロに崩れてる。白狼が自然にできる条件の環境っていうのはかなり厳しいからな。でもここの死体は損傷が少なすぎる。こりゃ死んで膨張が始まった時点で白狼化させられたんだ。白狼化させられた？お前古い紙切れ見つけただろう。菌の繁殖を防ぐ薬とかなんとか書かれたやつ。あれ、城を作り出すためのものだったんじゃねえか。あ、こんな膨張して醜くなった状態でも愛してたんだ。いや、むしろこの状態こそ愛したのかもしれない。こんな死体を愛したいるんだよ。そういう思考の人間ってのは、性癖ってのは個人の感覚的なもんだ。常識で語れるもんじゃねえし、他人が立ち入れるもんでもない。最初は女が死んでも手放すことができなくて、腐っていくのを見ていられなくて、この場に留めるための苦肉の策だったのかもしれねえ。でもやがてそれが目的になっちまったのかもな。どういうことだ。人魚のたたりで付近の村から女が消えたってあったよな。一人じゃ物足りなくなったんだろう。この部屋の配管、ボイラ室から伸びてるんだろうな。薬を持続的に多数の水槽に流し込むためにわざわざそんなもん作ったんだ。ここの女たちは土田家の男にとってのオフィリアなんだよ。水の中の死んだ女はあくまで干渉の対象、めでる対象なんだ。やられる側はたまったもんじゃねえけどな。イカれてる。そんなもののためにこの人たちを。これが人魚の正体ってわけだが、わからねえのはどうしてこんな秘密が人魚伝説として露出したかだ。伝説なんて作って外に知らせる意味がない。あ、あれか。女だ。土田家の女。あ？身内の男たちが女を取ってでいいのかな。こんなことをしてるって襲ってか。土田家の女たちは知ってたんじゃねえか。男たちを恨んでも憎んでも止めることなんてできなかった。いつ自分たちが人魚にされるか怖くてたまらなかった。だから人魚伝説なんてもう作り出して人よけしたんだ。せめて外の女がこれ以上犠牲にならないように。なるほどな。人魚伝説についてはこれが全てだろうな。でも分かったところでなんつうんだよ。ユカが元に戻るわけねえし、この一帯から出られるか。戻るとりん。やっぱり地図を探してここから離れることが第一だ。お、新展開や。お、返してって聞こえた。やめてくれ。私はお前がどっから来たのかなんて知らない。返してやることはできない。もう私たちを解放してくれよ。土に、あ、土に返してか。返して土に。そうか、お前らは人魚でも何でもない、ただの女なんだよな。そんな醜い姿でずっとここにいるのは嫌だよな。私が何とかしてやる。これか。あ、そうか、そのためのあれか。ここをあれか、埋めるってことか。これで、そうだ、これなら。でもさ、これさ、やっちゃうとさ、埋めるだ、この穴蔵を、ここの一族がやっていた罪をね、証明することができなくなっちゃうよ。このダナイ感じて、このダイナマイト葉っぱ用って書いてあるし、なんとかならねえかな。導火線が短すぎる。火つけて逃げる暇なんかねえよ。下手すりゃ生き埋めだぜ。バカなこと考えんな。でもなんとかしてやりてえんだよ。私だったら永遠にあんな姿のままだなんて絶対に嫌だ。自然に帰りたいって誰かに助けてもらいてえって思う。頼む。協力してくれよ、聖だろう。ダメだ。つってもどうせやるんだろう。本当に聞き分けのねえ女だ。無理やり導火線つなげて伸ばしたが、着火してから爆破まで10秒ってところだ。それまでに地上に逃げねえと。リン、おめえは上で待ってろ。私もここにいる。私が言い出したことなんだから、お前だけに任せられねえよ。わかった。火つけたらダッシュだ。いいな。3、2、1。お。やばいやばいやばい。急に。あ、来た。これでもう証拠が残んないじゃないか。って思うのはあんまね、深く考えない方がいいかな。ああ、地面が、うん、落盤じゃねえ、沈没じゃないしてる。これならあの地下は埋まったな。リン、どうした？怪我でもしたか？え？お、リン綺麗だ。あ、涙。これは私の涙じゃない。あったかい。これはあの人たちの。さて、これでどう展開するかだな。リン。お！出た！悪の根源というか。じじい！あの忌まわしい地下は埋まったのですね。クソじじい！てめえ知ってたんだろう、あの人たちのことを。その上で私たちのことを招き入れたんだな。人魚は私の一族を恐れている。私たちを恨んでも助けを求めたりはしない。だから彼女たちが助けを求められる相手が必要だった。ずっと待っていたんですよ、あなたたちのような何も知らない第三者を。じいさん、いや土屋さん、教えてくれ。この家への送電を止めて、俺たちが外部と接触できねえようにしたのはあんたか。はい、そうです。ずっと集落にいたんだな。俺が行った時も、あんたそこにいたんだな。ええ、そうですとも。てめえ、なんで今まで何もしなかった。てめえの一族がしたことだろうが、お前が言ってやればよかったんじゃねえかよ。弔ってやればいい。間違った。人魚は私たちを恐れている。今まで助けを求めたことはなかった。来たことはなかった。私の先祖がしたことは恐ろしいことです。ずっとなんとか生産したいと思っていた。弔ってやりたかった。石碑を建てても誰も救われることがないのは分かっていた。でも、彼女らを手放すことができなかった。愛してたんですよ、私も。あの醜くおぞましい、この世のものとは思えないほど美しい人魚のことを。クソじじい、警察に突き出してやる。ヨセリン、あの人たちが何年前に死んだと思ってる。とっくに時効だよ。それにこのじいさんがやったわけじゃない。確かにそっか。霧が薄れ始めている。先ほどユウタさんに国道までの地図を渡しておきました。今なら山を降りるのは容易でしょう。簡単でしょうか。土田さん、あんたはどうするとすいません、本当に最後で。あんたはどうするつもりなんだ。私は残す短い余生を弔いに費やします。執着に取りつかれた男たちや死んだ人魚たちや、何より私の家族のために。お、治ったかな。ユウタ、おう、リン、聖太郎、聞いてくれ。急にエンジンがかかるようになったんだよ。あとじいちゃんが帰ってきてさ、ほら、この地図くれたんだ。これでやっと帰れるぜ。よし、ユウタ、床を運ぶのを手伝ってくれ。さっさと出るぞ。あ、待てよ。じいちゃんにお礼くらい言っておこうぜ。さっき言っといたから大丈夫だよ。ほら、行くぞ。あれ、あ、そっか、リンを迎えに行ってたのか。あ、違う、待て。よっしゃ！見通しよくなってきた。あと30分くらいで山降りるぜ。お、ゆか。ゆか！うん。リン？あれ？私？ゆかー！これ治ったっていうことでいいですかね。治ったんだろうね、多分ね。あの後、山を降りて病院行ったが、ゆかは何も異常がないとのことだった。ゆかは何も覚えていないと言った。ただ、凍えるように寒かったことを除いて。ユウタは車を買い替えることにしたらしい。今度はナビ付きを買うつもりらしく、必死でバイトに励んでいる。でも、あいつと思うより旅行に行きたくない。読めなかった。聖太郎は私をエンジンと呼び始めた。山猿から昇格させたらしい。どこまでも憎たらしいクソ野郎だ。なるほど。類人。そして私はどうした？冷たく悲しい水の中の夢をもう見ることはない。水の中の夢。終わったか。終わったー。いや、すげえボリュームだったぜ。というわけで今回で人形沼最終回ですが、よくできたストーリーでしたね。つまり、ゆかは呪いであのような姿になっていたということと、あと、この一族怖えなっていうこと。で、あと、リンのちょっとキャラ設定がすごい奇抜だったなというのと、最後の方のリンの姿が綺麗だったなっていろいろ感想あるんですけど、総合して、この人の作品、他にもやってみたいなって思いました。なんか、微妙な感想ですけど、こういうね、でも、山奥に人里離れ、金を持ったやつが、こういう変な性癖を持ち、かつ、こんなことをやっているというのを、絵画の描いた年数が描いてる。置いといて。なんか、実際にありそうだよね。なんかすごい怖いですよ。金持ちがそうったっていうことではなくて、まあこのね山奥に限らず日本のどこかでもこう閉鎖されたところに何かそういうことがあるんじゃないかなって思わせるようなそういう作品でした。いやーでもなんだろう、結構凝ったストーリーの作る方だなと思ったのと、この人の作品クロックドマンというのがどうやら前作にあるらしいので、そちらもぜひ実況プレイさせていただきたいなと思っております。はい、ウリさんですね、制作者様はウリ様。はい、というわけでホームページもぜひご覧いただきたいなと思います。終わりかな。なんかおわおた。はい、というわけで人形沼実況プレイ、今回で最終回となりました。長らくご視聴ありがとうございます。間になんかいろんな作品挟んだんでちょっとポンポンと見れなかったかもしれないんですが、人形沼の再生リストは作っておこうと思いますので、そちらで一気に見ることも可能です。というわけでまた次回違う実況でお会いしましょう。それでは。